てみてください。うまこれは天才と言われながら志半ばで命を落とし、異世界の貧乏貴族の息子として転生したパティシエがお菓子と笑顔で満ち溢れた世界を目指す、厳しくも甘い甘いスイーツな物語である。父様、いい金策が見つかりました。我が領地が人々を養えるようになったのは全て息子の手腕によるもの。この子、子供と思って甘く見ていましたわ。盗賊を迎え撃つ準備をします。放て。この世界じゃ領地を守らなければ夢は叶わない。動くなよ。彼の夢、それは世界で一つのお菓子の国を作ること。ブランニューデイ。そんな子供と見て侮ってはならんようだ。彼女たちには指一本触れさせません。どうしてかしら、この人に大丈夫と言われるとそう思えてしまう。頼んだぞレイス。この子の目指すものはひょっとしたらもっと先の大きな何か。ではチェックメイトです。お菓子の国を作るなんていつになるんだろう。旅は終わらない。絶対に作ってみせる。世界に一つのお菓子の国。